イエス。待ちに待っていたあれが来ました。そうです。今からスクラッチ。スクラッチの言語で実際テロを飛ばしてみようと思います。まずはね、最初のトライアルなのでテイクオフとランドだけ、この2つのコマンドだけ、果たしてちゃんと飛ぶのかどうか。つながった？うん、つながった。はいはい、やってみるよ。はい、あれ、お、回った。おー、すごい。で、ランドボタン押す？ちょっと待って、スペースボタンを押したらランドになるよ。 OK、 スペース。おすごい。こりゃすごい。これじゃなく、うん、この男の心が踊るぞ。おお、すげえ。これがあるんだよ、これ、これだけのが。これですね、新たに、スクラッチ&イングリッシュという学校をここで開催しようと思っていて、ドローンをスクラッチのプログラミングでちょっと動かしてみるっていうようなことにもトライできたらいいなと思って、一回やってみました。まずはドローン、離陸とランドだけなんだけど、いろんなことができるはずなので、どこまでこれができるのかっていうのをいろいろ試していきたいと思ってます。何してんの？モーションはね、できないの。だからこれどっから撮ってきたの？あ、more blocks の中。あー、すごいね。要するにね、本来 iPhone のアプリからで動かすものなんだけど、それをスクラッチのプログラミング言語でパソコンを通じて操作してるということですね。はい、もう1回、2回目ね、トライアル2回目、もうちょっとプログラミングの要素を増やしました。何がある？ Fly left、 左、 Fly right、 Forward with distance、 進む方向もプログラミングしたということです。はい、行ってみよう。お、今ランディングした。今ランディングした。今のじゃ全然わかんない。ちょっとディスタンスが少ないんだね。50ぐらいにした方がいい。CCW って何？クロックワイズとキャウンターカロックワイズ。時計回りと反時計回り。90よりすぎだよね。でも1回押すと90度なん、ああ、そういうことか。そうだね。な、45?25。OK。よし。もう1回。サードトライアル。いいよ。やった。この後ろで、おー、来た来た。これ、こっちが右で、こっち左で、おー、待ってる待ってる。ローテート、回転。うん、今はさ、結局このスペー、あ、 T を押すとテイクオフね。そんで、スペースを押すと着陸って一個一個割り当ててるけど、この緑のこれを押すと一連の動きを全部やってくださいっていうのができるから、すごい。すごい。なるほどね。I am。 だから例えばこっから、こっから離陸して飛んで回転して右の、じゃああそこの椅子にランドしてくださいみたいなコマンドもここで操作することができる。はい、という感じでですね、テロの初フライト試してみたんですけど、いかがでしたでしょうか。結構いろんなね、ポテンシャルのあるトイドローンなんじゃないかなと思いました。特にスクラッチでのプログラミングっていうのは今のところはまだ簡単なことしか試していないんだけど、例えばよ、同じプログラミングを複数台で入れておいて連続して再生すれば同じ動きをするわけじゃない？で、そういうね、ちょっとこう、ラインを組んでみたりとか、上下する動きを交互にやらせるとかね、何台か同時に動かしてみたりすると面白いんじゃないかなと思いました。という感じで、これからもちょくちょくテロを使って、いろいろ試してみたいと思ってるので、まだサブスクライブしてない方は、ぜひサブスクライブしておいてください。ということで、マハロフランドベルフォテア、See you guys later. Bye for now. じゃあね。